すする TV。 ゼルゼル、どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、なんで今まで行ってなかったのかっていうくらい有名な都内の本格煮干しラーメンはこちらです。ドン。京王線上北沢駅から徒歩5分くらいのところにありますラーメン小池さんにお邪魔してます。こちら小池さんは都内の煮干しラーメンブームの中でも安定した人気を誇っている印象のある煮干しラーメン屋さんですね。ラーメン好きなら外せないお店ということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあラーメン小池さん、食券です。今回は味玉煮干しラーメンと替え玉をプッシュしました。この替え玉は和え玉になっていて、和え玉については後ほど解説するぞと誓いながら待ってた。こちらがラーメン小池さんの味玉煮干しラーメンです。ぬはーい。スープは正統派で、思わずこれだと言いたくなるビジュアル。低温調理のチャーシューやつくねもかなりいいぞってことで、いただきます。さあまずはスープから。うひゃーん。一口目からほんのりとした甘みを感じた後に、煮干しがキリッとクリアな旨味を演出してくれてめっちゃうまい。それでいて煮干しはキリッとしつつも尖りすぎず、思わず名前をすす小池に改名しようとする僕を絶妙なバランスで抑止してくれます。では続いて麺とご対面して、はい、すするーマヒーン。ツルツルとすすれる気持ちのいい中細ストレート麺で、表面の滑らかさにのせてクリアな煮干しスープを運んでくれる。麺とスープで互いを高め合っているようにも感じられ、新旧ラーメン大好きコンビも微笑んでいるように思います。さて今度はチャーシューをパクリ。低温調理からなるシルキーで柔らかな食感で、噛むと肉の旨味が溢れ出す。早い段階で食べた方が熱が通らず、ならではの柔らかさを楽しめますよってな感じで、刻み玉ねぎの小気味良いアクセントも楽しみながらどんどんすすって、先ほどの低温調理チャーシューも絡めながら麺がなくなったところで、いよいよ和え玉の到着です。和え玉とは麺のおかわりである替え玉に味をつけたものです。軽く混ぜてそのまま食べたり、スープに麺をつけて食べたりしても美味しいです。麺を食べ終える直前くらいのタイミングで注文するとちょうどいいです。この解説が分かりやすかったら、ぜひ高評価をお願いします。というわけでこちらが小池さんの和え玉。まずは全体をしっかりと混ぜ合わせて、そのまますすってみましょう。うろーん。パツッとした食感の小麦の風味漂う麺のうまさをダイレクトに味わえる秀逸なやつで、ラーメンとはまた違った美味しさを楽しめる。このまますすり切ることも可能ですが、せっかくなのでお酢を投入してみると、さっぱりとした酸味の後味で、これまたうましです。そんなこんなで和え玉を最大限に楽しむために、今度はスープにつけてつけ麺風にして楽しめば、煮干し感がプラスされて旦那はプロレスラー。終盤に取っておいたつくねも大葉と軟骨が練り込まれていて、爽やかな風味かつ食感もコリコリとして楽しい美味しさを持っているなぁと感心したら、ラストに味玉を食らって本日も余裕の完飲&完食です。大変美味しくすせれました。非常にバランスの整ったまとまりの良い一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、小池さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。スープを一口飲むと、ほんのり甘みを感じた後に、煮干しがキリリとクリアな旨味を演出してくれて、キリリと効いてはいるんですけど、尖りすぎはしない煮干しの絶妙な旨味がすごくバランス良くて、美味しいスープでした。麺は滑らかな表面で、ツルツルとすすれる中細ストレートで、刻み玉ねぎのアクセントもすごく良かったですね。そしてやはり目を引くあのチャーシューもとても美味しくて、低温調理された肉はシルキーかつ柔らかな食感で、噛むとじゅわっと肉の旨味も溢れ出してきましたね。全体的に非常にバランスがよくまとまっていて、とても美味しい煮干しラーメンでしたね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、ラーメン小池さん、ミニマムかつマキシマムや、うまい。